孫出身の元、大相撲力士。第30代横綱。本名は、松山伊勢助。1890年に、鹿児島県で生まれる。子供の時から合力で鳴り響いたため、二代目西の海か二郎に見出されたことから上京。鹿児島県出身の力士が多く所属する、伊豆津部屋に入門した。1910年1月場所で、現地さん大五郎と名乗って、 初土俵を踏むと順調に昇進、序二段、三段目、幕下で五戦全勝を記録し、十両二場所目の1915年、五月場所でも六勝無敗一分を記録。1916年一月場所に新入幕を果たすと、この場所は九勝一敗の好成績で、1918年、五月場所で関脇に昇進する。最初は、出羽の海部屋方に所属して、 優勝騎士も4回務めていたが、上に、大西木宇一郎、栃木山守成という横綱が存在していたので、バランスを取るために1922年1月場所で、大関昇進と同時に、連合側へ回された。その後、三河島事件の隕石で、大西木宇一郎が土俵を去って、横綱が栃木山だけとなり、工業上の観点から、再度、東西に、 横綱一人ずつを並び立てたいという事情が発生した。現氏山の昇進前の成績は1922年1月場所が7勝3敗、同年5月場所は腰骨座勝によって前休、全球1923年1月場所こそ、千秋楽に栃木山森なりと引き分けて8勝1敗1分だった。さらに横綱昇進を否定される一番の原因は、 幕内最高優勝が全くないことで、それだけに横綱審議委員会が存在して、昇進基準内規も定められている現在から見れば、とても考えられない横綱昇進だった。吉田司酒も、現氏山の横綱免許申請を聞いた際には、あまりにも、時期尚早と断固拒否したが、最後は、東京大相撲協会の説得に、将来を期待してと承認された。 西の海か二郎横綱昇進後一場所のみ、源氏山を名乗ったが、翌場所から三代、西の海か二郎の名を継ぐという、珍しい解明をしている。関東大震災後の1924年1月場所は、東京相撲が東京を離れて、名古屋の仮設国技館で興行が行われたが、西の海は休場。百二十五年五月場所限りで栃木山が引退した場所では、 ではの海法の総崩れが起き、9勝2敗で、初優勝を果たして横綱の面目を保った。ところが、同年開催された、東西合併連盟大相撲で、栃木山の横綱土俵入りに突き従って引き上げる、途中で心臓発作を起こして倒れ、その後一生が最後まで残ったことで、活躍した場所が非常に少なく、横綱在位15場所で解禁は、 上記の優勝一回を含めて、わずか三場所だった。その三場所こそ9勝二敗だったが、全球六場所、途中9条六場所、障害以降は、中耳炎、神経痛、抗眼炎などの負傷も多く、一度も解禁がなかった。持病の腰痛も不審を招いた。この間の八場所連続休場は、その後2017年5月場所から2018年7月場所にかけて、 木瀬の里広氏が大記録で並ぶまで昭和以降の最多であった。東西合同以降は前日の通り休場を繰り返すばかりで好成績もないが、1928年1月場所で大の里一万助との対戦で負傷、翌日から休場して、日立岩英太郎に不戦勝を与えたところ、日立岩とさん磯前七が優勝同点になり、 上位の日立岩が優勝を決めたことで騒動に発展した。1928年10月場所限りで引退。引退後は年寄り、先行さんを襲名し、井筒部屋から独立して、先行さん部屋を旗揚げしたものの、引退から5年弱の1933年7月、急性腹膜炎で死去した42歳坊津。先行さんの死後、 部屋は、伊豆津部屋と九州合併される形で消滅し、弟子たちはそのまま伊豆津部屋へ移籍した。年寄りとしての時代は短かったとはいえ、無口で争い事を好まない性格のためか出世する、ことなく、最後まで平年寄りのままであり、元横綱としてはあまりにも寂しい最後だった。妻、高は1945年3月10日の東京大空襲で亡くなり、 残された息子が後に少量利店、朝香を経営した。子供に対しては自分のことは自分でしろという方針で厳しくしつけをしており、力士としては珍しいと評判になったと伝わる。ありがとうございます。